から2位になりましたので、発表の前について少しだけ勉強して帰っていただこうと思いまして、ライディングコースをまずね、こちらの大きい方のプールに入っているメスのユキ、これがね、1999年生まれになります。そしてもう一頭、狭い方の部屋に移してるんですけども、そちらのホッキョクグマがオスの北斗になります。彼は2000年生まれになりますね。ですので、メスの方がお姉さんなんで、姉さん女房っていう風になります。皆さんね、このホッキョクグマと言いますと、白クマという風に呼んだり、そういう愛称で、親しまれていますけども、実はこのホッキョクグマの白く見えている毛、これはね、白じゃないんです。何色かご存知ですか？あまりね、知ってる人と知ってない人といろいろあるんですけども、このね、白く見えてる毛っていうのは実は透明なんです。透明なんですけども、どうして白く見えてるかって言いますと、分かりやすく、説明しますと、サランラップなんかをね、伸ばしてもらうと透明でしょう。あれが透明なんですけども、使い終わった後くしゃくしゃっと丸めてほかすときに白く見えると思うんです。その白く見えるっていうのが、このホッキョクグマの白く見えてるけど同じ現象になっているんです。光の加減で白く見えてると思うんです。で、今ね、水が出てるところ、前足のところとか胸のところ見ていただくと黒い皮膚が見えてると思うんですけども、これもホッキョクグマの特徴の一つとして、皮膚がね、全身真っ黒なんです。これもね、皆さんいろんな方に説明すると結構知らなかったとかっていうふうにおっしゃるんですけども、彼らホッキョクグマっていうのは北極圏に住んでる関係で、どうしても寒いところで生活をしていますので、いかに暖かさを保つかということで、光の、吸収を良くするために皮膚の方が